私の頭の中では、あ、間違えた、ちゃんにも言えないとか、うまくいきませんね。皆さんこんにちは、のこです。はい、昨日ビデオでもお話しさせていただいてたかと思うんですけれども、今日が病院の日になっております。生理は7日目になっております。はい、今日の病院はどういうことをしに行くかっていうと、前にね病院に来て見てもらった時に卵巣が腫れてるっていう指摘を受けまして、 MRI を取ってきてっていうお話だったので、別の病院でを紹介してもらって、そっちに、MRI を取りに行ったり、十数年検査になったりとかいろいろあったんですけど、その結果を持って今今日不妊治療のクリニックに来ているっていう状況です。はい、で今日はまあこの先どうやって進めていくかっていうのをお話に来たっていう感じですね。うん、でこの前のビデオで言ってなかったと思うんですけど、前に来た時にそう AMH の採血もここの不妊治療のクリニックでしたんですよ。でそれの結果も今日聞けるかなっていう感じです。うん、前のビデオでもお話はしてるんですけど、移植がまあできるかどうかは分かんないんやけど、移植に進むかどうか、まあ、分かんないから、まあ、この先どういう風にしていこうかなっていうのを相談に来たっていう感じかな。うん、そう、MRI の結果を持ってきたので、そこからこうどうやって進めていくかをちょっと先生と相談してこようかなっていうふうに思っております。ではまたまた結果はお知らせしようと思います。ちょっと呼び出しがあったので行ってきます。病院終わりました。今帰ってます。はい、また帰ってからお話ししようと思います。はい、なんかいろいろうまくいきませんね。人生本当いろいろありますよね。そんな感じを感じております。いろいろあるよねみたいな。帰ろうと思います。飲んできました。はい、ということで今日の病院のことをお話ししたいと思います。今日はね早かったです。時間的には多分30分もなかった、待ち時間も含むお会計終わるまででも30分もなかったんじゃないかなっていう感じぐらいでパッと終わりました。まあそれもそんな感じで、まず受付の方に持ってきた CD とかCD-ROM とか紹介状の方をお渡しして、で先生に呼ばれて入ったっていう感じなんですけど、まあ、内診なしで診察の先生の話だけっていう感じでした。で先生が紹介状の内容を見てくださってて、卵巣腫れてるみたいやけど、癌とかそういうんじゃなかったみたいやねっていうことで、で、まあ、私の頭の中では卵巣腫れてはなかったんけどなとか思いながら、
先生がその文しか読んでなかったのかなとか思いながら、なんか、まあ、ちょっとあんまりこうしっくりくる感じではなかったんですけど、まあそんな感じ、しっくりくる感じじゃなかったんけど、卵巣、まあ、がんじゃなかったみたいやねっていうので、で、手術なんやけど、手術はせんときましょうということを言われました。どういうことが書いてあったんかなと思って、まあ、手術はもうしないっていうことになったので、その手術の先生のところにも用意してくれてたその紹介状っていうかな、それを今見させてもらってる感じなんやけど、右卵巣で充実部に見えた部分は正常卵巣かと考えていますっていうふうに書いてあって、だから卵巣が腫れてるっていうのではなさそう、今紹介状の方に書いてくれてたやつを見直したけど、まあ難しいけど、分かんない、分かんないんやけど、とりあえずなんか先生は、まあ、卵巣は腫れてるみたいやけど、がんではなかったみたいやし、手術はせんときましょうっていうことを言われて、もうそこで私はあ、よかったって、手術じゃなくてよかったって思ってしまって、それ以上深くこう聞くことができなかったんやけど、その時はね、言ってた AMH の数値も出てて、でこれが言いたくないんやけど 0.584 っていうことで、まあ、だいぶ低いっていうことを言われまして、なのでこう手術をしてしまうと、またこれが下がってしまう、卵が取れへんくなる、なってしまうのは、なってしまうっぽいんですよね、手術をしてしまうと、だからそれはもうせんときましょうということで、移植に進んだ方がいいと思うっていう先生からのお話がありました。で、まあ、今週期にする、それとも来週期にするっていうことを先生の方が聞いてくださったので、私は昨日ね、ちゃんともいろいろ話して、自分の気持ち的にまだこう行くぞっていう切り替えができてないっていうか、気持ち的にちょっと今落ちている状態で、こうなかなかね、本当に維持が難しい、自分を、自分がこう元気じゃないととか、自分に余裕がないと、余力がないとと思っていろいろ過ごしてきてた時期、不妊治療のことをずっと考える頭じゃなくって、それを一旦置いといて、まずは自分がの心と体が元気にならないとって、余裕を持たないとっていうので、
こうそういう風に過ごしてた時期ももちろんこの前にはあったんですけど、それでもやっぱりこういつかの移植に向けて、いつかの移植に向けて何かを頑張り続けてるっていう自分はどうしてもいてて、体を変えないととかいうので、まあ、いろいろねまた蓄積こうしてきてたんかなとは思うんですよね。わからないし、気づかぬうちにいろいろ蓄積してきてて、また今ちょうどこうしんどい波っていうかが来てるのかなと思っていて、それって多分こうあんまり良くない、今は良くないんじゃないかなっていう風に自分の中では思っていて、あちゃんも、なんか見ていてそういう感じやから今じゃないんじゃないかなって思うって言ってたので、今回はせずに来週期でお願いしますっていう話はしてきました。で、まあ、生理感覚はどうっていう話があって、生理感覚まあ早くなってますって、どのくらいって22、23、24ぐらいですって言ったら早いなって、まあでも大丈夫でしょうっていう感じで、ちょっと早いけどなみたいな感じで、まあもう体のその置いていくのはもう本当に仕方がないことやなって思うから、その AMH が低くなったりとか生理感覚が早くなってこう閉経が近づいているのかどうかわかんないですけど、そこにまあもう流れ的には乗っていってるんやと思うんですよね。もうそれはもうなんか受け止めるしかないなっていうか、しょうがないなって、思いました。そこはもうしょうがないから、低いとかで悲しんでいてもしょうがないのかなって、その時その時にできるベストを尽くせばいいかなって思うようにはしてるけど、それが思えるかどうかはちょっとわかんないけど、っていう感じで、とりあえず来週期にしますっていうので、まあ8日目ぐらいにじゃあまた来てくれるっていうことで診察は終わりました。その移植がどんな方法で行われるかっていうのは多分分かんないけど、8日目に行くっていうことは多分自然周期でやってくださるんじゃないかなっていうふうに思っています。私もそれでいいかなっていうふうに思っているので、またその時に聞いてみたいなって思います。ということでね、今日の病院はそんな感じでパパパっていう感じで終わりました。なので、向こうの病院の方に聞きに行くこともしないでいいみたいですし、向こうの病院っていうのは手術を、卵管の手術を最後にしてくださってた病院があるんですけど、あそこに聞きに行くっていうこともしないでいいみたいし、手術もなしで、一応気になってたその採卵が次あるとした時に今の状況やったら取りにくかったりするんですかっていうのを聞いたら、その癒着とかをこう刺してしまうことがあるかと思うねんけど、まあできんことはないし、その刺してしまったかってお腹に水がこう残るっていうか、そういうのだけやからそこは大丈夫やと思うよっていうことを言われたので、まあその時、それはまたその時が来た時に悩むことにしようかなって、考えることにしようかなっていうか、その時にまた先生と相談して先生にお任せしてっていうことにしようかなと思って、今はまだ卵が一つ残ってくれている状態で待ってくれている状態なので、
採卵のことを絶対考えないっていうわけではないけど、うん、そのマイナスな方に考えて、もしダメやった時に採卵でとかっていうね、こうなんていうんですか、起こるかどうかわからない不安も問題に対してなんか不安を抱いてこう落ち込むのをやめようっていうか、そうしようかなっていうふうに思いました、うん、なのでまあちゃんにももちろん全て報告はもうしましたし、うん、まあここからまた移植に向けて1ヶ月また生理がね次来るまで1ヶ月も、まあ、きっとないんですけど、ちょっと自分たちなりに切り替えて移植に向けてっていう感じで前向きに気持ちを持っていけるように動いていけたらなっていうふうに思います。またなんかこう無理に頑張ろうとするとまたその反動が出てしまうんじゃないかなっていうのもあるから、本当はねこう自然でいたい、うん、何も頑張らずに、うん、何も無理をせずに、うん、本当のありのままの2人で行ってそのままの気持ちでこう迎えたいっていうのがもうすごいベストやから、そう来月にそうなってたらいいなと思うんですけど、もしそういう状態じゃなくってまた今月みたいにちょっと気持ちが落ちてるとか不安があるなとか今じゃないかもなっていうのが自分たちの中であれば、またきっと延期はするかなっていうふうに思いますが、うん、今のところそのまたその時にならないと分かんないなっていうのもあります。でまたちゃんが帰ってきたら今日のね病院のことは全て話したので、これから先次の移植周期に向けて気持ちをどうやって作っていくかとか、まあ、作るもんでもないと思うんですけどね、うん、まあ、自然とお互い上がっていけばいいかなっていうふうに思います。まあ、今ちょっとねすごいしんどいしんどいってなってしまってるから、体のメンテナンスとかも入れながら、いろいろ癒しも入れながら、心と体を健康にできたらなっていうふうに思います。ということでいろいろ今回病院に私がこの前行ったことでいろんなことに発展してしまって、皆さんにちょっと余計な心配をおかけしてしまったかなっていうのがあります。すいません。皆さんもいろんなことがきっとあると思うんですよね。もう最近すごい感じるのがもう不妊治療って一歩進んでは二歩下がって一歩進んでは二歩下がってみたいな、もうなんかこう同じところを行ったり来たりしてるようなね気持ちになってしまったりとか、うまくいかんことの方が多くってお休みしたいなって思ったり、でもお休みするのもなかなかできひんなって、時間的にも余裕ないとかお金的にも余裕ない、だから働かないととか、なんかすごいねこういろいろな気持ちになってる方もたくさんいるかなと思うんですけど、私もその一人です。本当にもどかしい気持ちも私も持ってるし、こうやってビデオを回してない時間すっごいもうずっとダラダラしてたりとか、もう一人で
泣いたりとか、もうよくしてる、ちゃんにも言えないとか、誰にも言えないとか結構あります、だから、皆さん一人じゃないよっていうか、自分の心を一番にして、一番に考えて、皆さんが望んでいることが叶うといいなっていうふうに思っています。なんか頑張れっていうのをあんまりほんまに言いたくなくって、多分もうみんな頑張ってると思うから、頑張れっていうのは本当に言いたくなくって、言いたくないんやけど、みんな頑張ってると思うからね、本当に毎日毎日いろんな努力をして継続してやってるんやろうなって思うんですよね。私も私なりにいろいろ将来自分の人生とか、ちゃんと二人の人生とかもいろいろ考えることが多いけれども、子供がいたとしてもいてなかったとしても、どっちも素晴らしい人生なんじゃないかなっていうふうなのは思うから、どっちの人生だったにしろ自分らしく自分の人生を楽しんでいきたいなっていうふうに思います。今こうやっていろいろ試練みたいにちょっと感じちゃってるねんけど、でも辛い妊活、しんどい妊活はおかしいんかなっていうのも思ったりしてるから、なんかいろいろ気持ち的にぐちゃぐちゃなんやけど、そんな頑張ってするもんじゃないとか、辛いって思いながらするもんじゃないとか、ね、それってもともとなんかそのなんていうの、もともと子供を授かるっていうのはすごく難しいこと、すごい奇跡なことなんやから、元々すごく難しいことなんだよっていうのはね、頭に入れないとね、いろいろなんか期待しすぎてる、ところがあるんでしょうね。期待したり、してるところがあるからそういう気持ちになっちゃうかなとかも思うし、なんか本当に最近暗いというか、なんか楽しい動画とか、楽しい、なんか最近こういう雰囲気のビデオになばっかりになってしまって、本当申し訳ないです。こんなビデオなのに皆さん見ていただいてありがとうございます。はい、ではまた病院は生理が来てからまた8日目に行くことにはなっておりますので、一応その生理が来たあたりぐらいにまたこの認知療関連のビデオを撮りたいかなっていうふうに思います、また気持ちのねこう切り替え方とか、どういうふうにやっていくっていうのはちゃんと話した上で、ちゃんとね話した上で、またその気持ちとかもビデオに残せたらなっていうふうに思うので、またよかったらそちらも
てください。それまではいろいろ日常的なこととか、のビデオになっていくかなと思うんですけど、そちらの方も見ていただけると嬉しいです。はい、とりあえずいろんな流れがあったこのちょっと2ヶ月ぐらいだったんですけど、一応終わりということで、はい、移植に進もうっていう話にはなりましたので、はい、移植に向けてちょっとパッと切り替えれたらなっていうふうには思います。はい、心と体が元気になるようにね、自然でいられるように、ありのままの自分でいられるように過ごしていきたいなと思います。はい、ではね、ではありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとう。